さてと、もう気持ちはもうラストバトルに向かってますけども、なんか一悶着ありそうだな。なんかありそうだな。これってさっきワイがずらしたやつ？違うよ。違うよね。うん。妙な角度に向いてますね、最初から。ずらしてみますか。これで後ろから来る敵をガードできたりとかするのかな。かな。だよね、ぽいね。うん。来んのかな。でも確かにさ、敵ってさ、全然ここをくぐらないよね。今まで。確かにくぐっても無反応じゃなかった。マジっすか。なるほどね、ゾンビには反応しないみたいなね。来たか。いよいよ。アシリとご対面だぜ、久しぶりにな。もうメダルもね、全然この裏側とかにありそうだけど全然探してないな。お、気のせい、気のせい、ん？ん？違うよね。違う違う違う。もっと光ってるよね。そうだね、はあ、もっとこう蛍光色が、まあ、今更ね、見つけても遅いけどな、もうな。ないね、はい、では行きましょう。コーンをやる、てめえおねら返してもらうぜ、コーンをやろう。お、はい、いよいよ、いよいよですな。けどまたここもなんかちょっと広そうなマップではありそうだね。ええ扉、扉だな。不気味な静けさだ。左右扉じゃねえの、今のところ。マジで。よかった、扉じゃない、よかった。嫌いじゃねえのこれ。これはただの模様だな。模様だな。オブジェだな。なるほど。よかった。いやもうあとはラスボス戦でしょ。探すって出たのに。もう一直線、一直線に。ほら、あ、いるじゃん、いるじゃん。確認しましたね。確認できますね。チュン。来たよ、ついに。はい、来ました。こっちはもう万全の状態だからね、うん、返事がない。サトラーはいないね。大丈夫ですか。 OK、 あ、進んでる。お、びっくりした、びっくりした。何、操られてるのか。そういえば優しい、優しいじゃんね。いいじゃんね。不死身になれるんでしょ。望んでだけにしてほしいんだけどな。その肉も骨もそして資源もすでに今我々の一部だ。ふざけるな。なんで頭そんな富士壺みたいになったの。そう。そうなんだよね。エイダか、エイダなのか、エイダだね。かわいい、かわいい、ツヤツヤや、ツヤツヤ。あれ、なんかワクチン打たなかったっけ。ワクチンはね、あれね、一時的なものだったのかもしれない。ちょっと曖昧か、曖昧だけど。あー、なるほど。ちょっと遅らせるくらい。すげえ、できる女だぜ。優秀だぜ。いや、惚れちまうぜ。あ、両手が塞がった。両手のやつだ。うん。リスの研究室。そうなの？向かうの？だからこの状態の時はバトルはないっていうことだから安心して進めるね。本当か？この先が、うん、第二研究室。で、完全に取り除くにはなんかね、胸になんかレーザーみたいなの当てて、なんか、うん、取り除いてた記憶があるな。多分今からそれをやるんじゃないかな。お、うん、お、何？幻覚？幻覚まで見始めるの。おいおいおい。怖いからよ、やめておくれ。海に帰らないと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 な。そう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 。陸上にいるとね、ちょっと生きていけないからね。あの
海に帰らないと。海に帰らないと。あ、進めない。お、いけるか。よし。よし。よし、いいのか。何？まだ腹が浮か、子羊よ。黙れ。ここが？ルイスの？この幻覚の意味は何なの？うわ、いっぱいいるじゃん。海に帰らないと。海に帰らないと。海に帰らないと。早く。海に帰らないと。帰らないと。海の一部。船の一部。いいね、別に無害で、無害だね、うん、すごいね、これ教団の人たちの幻覚かな。頼む。上、上は、うわ、ダメ、ダメっぽい。え、なに、ダメ、まさかね。え、え、あ、大丈夫だ、あぶねえ。これはなんかゲームオーバーのとかなんかあんのかと思った。いけるね。いけるね。よし。頑張って。頑張って。よし。どこ？どこ？お、ルイスの鍵。ルイスから託された鍵。なんかあったな。そういえば、もらってたな。はいはい。両手塞がってんのに？いや、そうか。口でこう、口でこう。ルイスはいいやつだったからな。あ、そうそうそう、あれあれあれよ、あれで取り除くのよ、胸に。うん、まずはパソコンのね、ちょっと閲覧記録を見てみましょうか。検索記録をね。そう、検索ね、何を検索した。削除されてやがる。くそ、あいつあいつ準備万端じゃねえか。こっちも特にないね。くそ、じゃあ外付けハードディスクの中身を。くそ、ダメだ、操作できない。でもルイスはね、多分そういうの見ないよ。あいつはリアルでモテてるから、多分。そんなことしなくてもね、いくらでも女関係ありそうだからな。いよい、いよいや。いよいやと。何すんの、何すんのっていう。やばいやばいやばい。だって何も知らないもんね、どんな治療法かも。ビビるよね。どういう風な状況の仕方なんだろうね、これね。わあ、そのままこうね、この胸元の服がね、こうね、はだけていただいて、はだけていただければいいんですけどね。なので遠隔でこう焼いてんのか。電子レンジ的なやつじゃない。なるほどね、なるほどね。地獄だ。地獄だで、地獄だで。よう、ようやったなと。よくもやってくれたねと。うん、俺はやめとこう。俺はやめとこう。苦しそうだぜ。冗談じゃねえ。冗談じゃねえぜ、つって。間に合わなかった。さあ、ついに、多分最後のチャプターでしょうね。では、行きますよ。ファイナルチャプターでしょうね。お、あ、やってくれたんだ。で、丸焦げなんでしょ。さっきのさっきのしっかりしね。お返しを。よくやってくれたわねって。お、綺麗になってる。綺麗になってるね。しかしスタイル抜群だな、おい。マジたまらへんね。どうやって乗せたんだ。かわいい。なんちゅうスタイルの良さ。見つけたな。この道を通れば外に出られるかも。マジで。ねえ、私うまく揺れてる。はい。このままじゃ、俺は失業だ。ふう。ねえ、抱いてやれ。嫁にしてやれ。嫁にしてやれよ。なんでそう。なんでそう。嫁にしてやれよ。人間関係ぶっ飛んで引くわ。
ちょっとでもはね、可愛かったらもう嫁にしちゃえってなるからね、もうね。全然今見たかった。何何これ、マスク、マスクかなんかですか、これは。んな、本当にわかんない。なんだこれ。知らない。カチ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 ありすぎてわかんねえよ。全然わかんねえ。いいや。とりあえずもう足が戻ってきてくれたらそれでいいや。こんな顔は特にないだろう。久しぶりですね。いいですね。で。うわ、これ一悶着あるぞ。これ一悶着あるぞ。守る系かな。悪いな。遠慮はやめてよ。うわ、ライフルの弾ないよね。守れないぞ。守れないぜ。守れ。だよな。だよな。すぐ合流できる。だよね。うん。上から下ろせばいい話だもんね。俺てっきりね。なんかものすごいまたこう、なんかバルブでも回しに行くのかと思ったけども。まあ下ろせばいいよな。そうね。うん、そりゃそうだよ。何も心配してたんだい。さて。安全でーす。よかった。よかったね。頭逃げるだけだ。この島から逃げるだけさ。しかし、エイダも可愛かったな。ツヤツヤだったな。ね。ね、たまらんね。たまらんよ。エイダももう、嫁にしてやれ。嫁にしてやればいいんだよ。エイダとはだいぶ長い付き合いだからな。でもエイダはな、信用できねえんだよな。そう、ミステリアスすぎるんだよな。いつ裏切るか分かんないしな。なんかそう、真の目的が分かんないんだよな。おお、なんだい、なんかプラーガの発掘現場に似てるけど。女の人、あ、そっか、こっから狙ったのか。反対だね。反対、あっちの方。うん、お、やきもち焼いてる。あ、嫉妬ですか。ねえ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 、今嫉妬、今嫉妬、ねえ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 、気持ち悪いよ。助けて。なんだこいつ。気持ち悪いよ。早くホワイトハウスに帰りたいよ。早くお家に帰りたいよ。大丈夫ですかね。はい、これさっきまでいた空間だよな。また戻ってきたけどもいいの。びっくりしたよね。びっくりしたよね。だからもう虫キャラごときにね、手こずる Y ではないよ。お、でお、今フラグをきれいに立てたよ。きれいに。アイテムは拾わない。ピーンとね。はい。ピーンとね。こっちに戻ってきて何をするんだい。なんか扉でもあるのかい。ほう。虫の、あ、危ねえ。奇跡。冷静。もう100戦錬磨ですから、私はもう。お、綺麗にフラグ立てた。お、ピーンとね。来たよ。こいつ。何発？ OK。もう一発。よし、もうね、わかりますよ。あの矢印はもうわかりますよ。お、聖なる虫を讃えよ。イリミナトス経典。我らは生き長い楽園を約束。うん。聖あるものは等しく祝福される。聖なる虫を讃える。うん。いやー。あ、なんか左のあの絵、なんか木みたいなのが生えてるけど、それさっき石板にも同じ絵があったな。嫌な宗教だよ。これだね、このことだね。いや、嫌なシンボルだよ。ん？オズムンド？ 15 代目オズムンドサドラーだよね。では、邪悪なる宝玉。いいのかい、もらっちゃって。いいんじゃない？いいのかい、売っちゃっていいのかい？もう高めやろうぜ。大事そうなね、宝石ですけども。お、始まりの石、MDLIV、どういうこと？急にどういうこと？わかんない。どういうこと？うん。うん。
アダム・サドラー、これがなんだ、初代的な人かな。あれプラーガってそのなんつうか地底から発掘されたんだよね。わかんない。確かあの琥珀からほらなんかジュラシックパークの下り、ジェラパの下りをね、うん、した覚えがあるけども。そうか、そこで虫の中にいんだっけ。虫の中じゃない、石の中にいんだっけ。そうそうそう、なんかねそこから取り出したんだよ。あれ終わり、あれ何すんの。俺たちの冒険ここまでですか。奥じゃねえな、それこの奥か。あれいや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 、こっち、あっちこれ、いや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 、こっち、あこれいけない、いけないね。あん光ったな今。あ、外か。戻りで何かあんのかな。マップを見ればいい。何しに来たんだろうな。マップで抜け道があるって言われなかった。全くそんな会話した覚えがないぜ。何の話だそれ。アシュリにさ、地図渡されて。ああ、はいはいはい。抜け道あるみたいって言われなかった。あ、見ろと、あれを。ファイルかな。あったね。ここは孤島だよな。あれない、どっちが上だ、これか。地図的なものがないね。もうないね、ないね。書き込まれてるのかな、もうこの、もう更新されてるのかな。上階層があるからね。階層いけそうだね。ほんまか。あ、ここだ。目的地ここか。全然遠いじゃん。全然遠いぞ。進んで、クイッとこうだね。左の方に行ってみればいいんだね。まだここで一悶着あるね、これね。これはありますよ。脱出路、ああ、脱出路。うん、クイッと。こっちの方でしたよね。そうだね、はい。うん、ああ、ここね。はいはいはい。逆にこっちに最初に来なくてよかったわ。まあでも石だけだよ。まあ石だけだけどな。しかも占いっていうね。占い石だけっていう。いや、売ってみたいな。全部売っ払ってみたいね。どんくらいの。いや、本当にラスボスマジで全然倒せないってなったらもう全部売るよ。全部売って、もう歩く武器庫になるよ。慣れるかな。慣れるかね。だって弾がないんだからね。弾がないんじゃね。虫、虫、虫、虫。よく気づいたね。OK。なんで気づかねえのか。全く気がつかないよ。まだいる？まだいる？何？もう一発。もう一発。何？なんだあいつ？なんで今動きは？ああ。リロ。リロ。リロ、イエー。怪しい、この辺怪しいけど大丈夫かな。大丈夫だな。ショップですか。ショップの近くは無事じゃない。そうだな。お、しらいしら、すーげえ、目の前、ショップの目の前に宝が置いてある。これ大丈夫。これ持ってっていいやつ。確かにね。ウェルカムさんのじゃない？ウェルカム、そう、怒られちゃうよね。うん、勝手に持ち出すんじゃねえって。それを売るっていうな。それも大丈夫なの？在庫じゃないの？実は在庫、そう、実は商品なんじゃないの？在庫とかへそくりじゃないの？そうそうそう。気を悪くされちゃうよね。うん、まあ、ないわな。まあ、ないでしょう。ないか。いいでしょう。そういえば、マグナムって、お、お、あ、なんか最後だ。彼なりの優しさだ。最後の助言だ。ウルカ。そうか。まず、マグナムって持ってましたっけってね。確かキラーセブン。買ってねえよ。買ってないよね。スペースもねえって。スペースないかい。結構、あったと思ったけど、ないんかい。マグナムいらねえか。いや、お守りとして持っておいてもいいけど。まあ、とりあえず何もしないで、挑んでみてもいいけどね。この辺からです。そこら辺は組み込めるやつじゃねえの。そうだった。ああ、そうか。組み込む概念あったな。はいはいはい。じゃあ上の方、ベルベルブルーとかでしょうね。
アイバブルー。本当か？これはアイバブルーは売却専用。これは比べればもうあのこのスロットのあれがないから全部単品でね。あまあいい、言ってみるか。これいつ手に入れたんだ。持って帰らなくていいの？持って帰りたい。やっぱやめよう。じゃベルベットブルーだけ。意味ね、意味ねえわ。よし、挑もう。まずはこのままは。整備しとく？そうだな。一旦ね、まずはこのまま挑もうじゃねえか。行こう。よし。行っちゃうよ。世話になったな、武器商人さん。リロっといたら。ん？リロ、そうだな。全部。やったね、下か、これが。世話になったな、武器商人さんにはな。しかも、これ見て、夜明け。上上上上。上上上上上上上これはまた広そうなバトルフィールドだな。夜明けが近いぜ、夜明けが近いぜ。ん？なんだい、なんだい、何か、何を見せようとしてんの。これかい、これかい。あら、ん、これエイダ、エイダだね。エイダ捕まってんじゃん。バリバリ捕まってんじゃん。なんで、あれ逃げ合わせたと思ったら、え、バリバリ捕まった。弾切れや。なるほどね。マジっすか。かわいそうに、こんな状態のエイダ見たくなかったよ、俺は。こんなエイダ俺は見たくなかった。もっとこう、凛とした、たたずまい。だからね、いつもね。こんな、ああ、恥ずかしめられて、かわいそうに。ああ、かわいそうに。恥ずかしめられてんね、あの格好はもう。マジかよ。絶対痛いよね。痛いね。あれは痛いよ。肩痛いよ。痛いってレベルなのかな、うん、ああ。あら。もうラストバトルだからもう、とりあえずここで待ってろと。よかったで。吊るしがれるんでしょ。またね。すぐだな。すぐ誘拐されるんだから。ああ、かわいそうに。ドス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 。いてぇ。いてぇ。いてぇ。しかも、気を失う。意識ない状態で。一番やばいよね。意識ない状態でさ、落ちるって一番怖いよね。いてぇ、ボキーって。いつの間に、いつの間に。うわ、ぬるぬるする。やだ、気持ち悪い。やだ。え、もう意識戻ったの？いや、あんな衝撃加えられたが、起きたんじゃない？あ、起きたけどさ。復帰早くねっていう。あとで話があるわって。あとで話があるわっていう。これはまさに2対 1？ なんと愚かなこと。都市型機暴徳のやからめ。生態を拒むとは。はい、もう、やべえ。来たよ、ついに。でも共闘してくれんのかな。やっべ、金、原型がねえ。原型がねえ。どこからその質量出てきたんだよ。どういうことだよ。あの、目が弱点だね。全部で結構あるよ。6つぐらいあるんじゃない？いつもの通りだね。まあ、いつもの通りだな。冷静。ダメ。あー、危ねえ。よし。冷静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 ではないね。冷静。一撃強い。一撃強い。ハーブー。ハーブー、潤沢だ。ダメだ、回復はもうとりあえずいっぱいしよう。まずあの、進ませよう。展開を。でないと何もわかんないからね。あ、レハある、レハもあるよ。なんか言ってっけどよ。なんかわかんねえけどよ。ぶっ倒せばいいんだろ。俺わかんねえけどよ。取った、取ったか今、取った。わかんない。わかんねえっす。ぐるんぐるん、ぐるんぐるんって。一個やったね、一個やったね、今。一個やったよ。滑ってるね、オッケー。多分で口は最後だろうな。クソ、なんでこういう時に限ってクイックだ。なんか今あったよ。ん？当たってる。あった、マジで。あ、よいしょー。ドラム缶の上になかったよ。ドラム缶の上。待って、はい、よいしょー。出なかった、死んでない。待って、展開させよう。もっと展開させよう。ドラム缶、あ、あるね。ハンガン。降りれるね。そうか、こうやってどんどん、なんかぐるぐるすんのかな。よ、そうか、これマグナムあればさ、一発で
潰せたりとかするのかもね。さすがに一発では潰せねえんじゃねえ。そうか、まあ強化次第かもしれないけど。くぅ、動くんじゃないよ。あ、目がかすむ。あー、やばい。どうすればいい。あ、でもそれほどじゃない、それほどじゃない。くぅ、きっちい、きっちいぜこれ。よいしょー、うまい、うまい。あ、リロードだった。やばい、今チャンス、今チャンス、よいしょー、チャンス。オッケー、2個目。次多分、あ、反対側ん、チャンス、これだろ、これだ。待って待って待って、これシャンガンじゃね、シャンガンじゃね。あ、ナイフ、ナイフ、ナイフがやっぱ一番強いのかな、こういう時って。ハンガン、ハンガン、待って待って待って、なんか来る。復活したよ、目が。よし、そういうことは2個でいいんだ、潰すとしたら。ん、捕まってた。あ、それほどじゃない、これのダメージはそれほどじゃない。くっそ、あ、よいしょ、いける、いけるぞ。いやー、いい、避けて、避ける。ダメでした、ダメでした。まだまだある、まだあるぞ、まだ全開できる。残しとくか、グリーン1個だけ残しとくか。ちょっと待って、見ろ。確かにな。よいしょー、冷静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 。もうちょっとあんだよ、もうちょっとあんだよ。あ、そうね、ボタンが出ないんだよね。1個目、2個目じゃ、1個目だね、まだね。今、今、弾数わかんない、弾数わかんない。はい、つか反対側に行こう、反対側に行こうぜ、降りるぜ。まだか、まだだ。ずっとなんか喋ってくださいずっとなんか喋ってくださいさ。来たか、来たぞ、来たよ、よし、いいけいけ、いいんだよな。これさ、ナイフでいいんだよな、本当に。これが一番ダメージ高いってことでいいんだよな。わからん。ね、実はショットガン打ち込んだ方がいいんじゃないとかね。はい。いいよ。あ、なんでしょう、ターンしちゃった。もうちょい、もう一回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 。あ、ないんだ。画面映せば、レハありそうな感じもするけども。そうだ、ちょっと進ませよう。回復しよう。進ませよう。まず展開を進ませよう。なんだ、なんだ、なんか来るぞ。離れよう。虫、虫か、召喚すんのか。あ、ハーブだった、やっぱあったか。なるほどね、ちょっと待ってくださいちょっと待ってください、これ先行でみんな落ちないかな、これでね。ちょっと待って、あの数、どうするの。サブマシしかないよな。そうだよね、サウマシスしかないっていうのと、あとちょっとハブあったね、やっぱあったね、やっぱりあった、やったと思ったぜ。すんごい用意されてる、すんごい用意されてる。なん、よいしょ、あっちの方は、これは違う、これは違うな。そういうことね、そういうことね、そうだよね。虫たち邪魔やな。あれ、緑、あれ、緑できないんだっけ。まあいいか。くー、はいはいはい、よいしょ、なるほどね、なるほどねさっきからなるほどね。さあ来なさい。あらら、あらら、ら、虫、そう、虫から、まず虫からで、回避、もうここから回避集中。どうだった、え、なんで、どうなった、俺は今どうなった。これはこれでいいのか、これはこれでいいのか。爆弾じゃん、これ爆弾じゃん。ダメ、この野郎。いい、チャンス、これどういうこと、これ今どういうことあ、やべえ、これはまずい。三つあんな、三つあんな、二つ、二つでどんくらい、まあいいね。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ、いいよそうか、一応ダメだこれダメだこれ、外した方多いんじゃないか外した方がハブ取りたい、ハブ、レハール、レハールじゃん。
何から出て、あ、そうか、虫から出てきたのか。なるほどね。あと左のボタン気になる。このボタン何？よいしょ、橋だ。橋か、なるほど。そこで行き来できるのか。取ったのか。今取ってるっぽい。回復できる。じゃあ回復しよう。そうか、虫から落ちるから虫も一応倒しておいた方がいいのか。すんげえな、食らった分だけ全部回復するぞ。こういうことだろ、こういうことだろ。おぶねえ、ちょっと待ってちょっと待って、あぶねえ落ちるんかい。時間で落ちたのかな。うわ、やべえ、ビーム来る。いや、何今の、奇跡回避。ちょっと待って奇跡回避。来るぞ、来るぞ。上。痛い。回り込んだ。クソ、ちょっとじっとしてくれ。待って、ショットガン一発で打ち込んだ方がよくない？だったら。待って。だったらショットガン打ち込んだ方がよくない？これでよくない？な、いちいち狙うんだったら、もはや。いや、狙わねえとさすがに当たんないよ。そうか。これで、あ、潰したね。一個じゃダメなんだよね。そうなんだ。大枠で、とりあえず定めて、使った方がよくない？当たってなくねえか。当たってない？当たってるか。しかも結構、にしても結構使うな、やっぱな。ダメだな。わからん。動きすぎてさ。来る。あぶねえ。回避。奇跡回避。なあ。クイックターンがね、しちゃうんですよね。やべえ、もうない。爆弾でも投げるか。放り込むか。てめえ、おねやろう。ダメ？当たってない。高さ当たんねえんじゃないかな。高さ。うわ、きっちいな。これ、あと一個欲しいですね、回復。どっかになかったっけ？あそこにあるよな、確かな。あそこにあるけど、今、まあ、ちょっと、そう。ダメだ。危ねえ。今、これ死ぬぞ。もう使うしかない。危ない。なんか、あと一発。させればあそこか。よし、あんなところで。え、どうなの。あんなところにめっちゃ落ちてんじゃん。ハーブビーム来る。ビーム来る。来るね。おーい、奇跡回避。くぐって。まあ、とりあえず弾はまずいい。腹割った。くそ、目玉は。さっきのはもう無効になっちゃったのかな。じゃないかな。くっそー、うそんナイフチャンスか。ダメか。さっきの無効は痛いですね。マイチングですね。シャンガニか。出し惜しみしてもしゃあないもんな。あれ、目ないよ。あれ、もしかして何壊さない。目いっぱいあるよ。あれか、後ろ足にもあるよ。後ろにもう壊さなきゃダメってことも。今までね、2個でよかったんだけど、こうなるとちょっと話が変わってくるぜ。あのドラム缶打ちたいね。打てるかな。どう。お、ひるんでる。当たってる。むずいぜ、あそこはむずいよ。あれはむずいって。うそんあれはむずいよ。イベント。ない。あ、狭まった。やだー、くー、きついぜ、今。なあ、ダメか。これでいいんじゃないので、これでどう？当たったかなー。当てない。あ、よし。どう？あと一個。どう？行ったんじゃない今。行った、うん、いいよ。来い。ラスト。よいしょー。じゃねー。まだかよ。マジかよ。あと一回っぽいよな。虫か？虫のターン。いや、回復ない。大変だ。回復はない。いいよ。え、何？あれ？行ったんじゃない？行った？今ので。うん。いや、まだ起き上がらない。あ、いや、こっからあれだ。顔だけのパターンのやつだな。落ちた。え？いや、つけた。一回で？嘘？なんかもう一回ありそうな気がするけど。ね？やっぱり。ダメ。
どう？マジかよ。もう俺にそんな元気はないよ。もうそんな元気はもうありませんよ。いけるいける、いける、回復ないよ。イベントバトルならいい。イベントだから、そうか、だよだよ。あ、違う、マジで。うわやりそう、うわやりそう。いや無理だろ、あれかよ、あの球体まで行けと。ついに本性を現したな。どうすればいい。それが御神体か。ちなみにセーブってされた。あ、ぶね。これ以上は付き合えない。え、のけていく感じ。あ、ぶね。いや、星体撃つんじゃねえよ。あ、あれか、ちょっと待って、なるほど。じゃあハンドガンでいいのか、御神体撃てばいいのか。で、回避だけ知ってればいいのね。今出なかったけど回避が。いや、出ねえんだって。出ねえ、ここだけだって出んの。なるほど。そっか、縦は横、あの、とりあえずシフトで動いて、シフトで、はい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 。これきつい、これきついぞ、危ない。これきつい。待って、これきつい、危ない危ない。待って、これきついきつい、これ無理だ、危ない危ない危ない、無理だ、ちょっと早く。無理だ。早く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 死ぬ、よし、オッケー。あ、やった。これ頼む、ファイナルショット、これがファイナルショット。8万円するやつ。いや、そうだ、8万円の。いくよ、前だよな、構えるよ。これがファイナルショット、いけー。オッケー、ふぅー、オーケー。1回で、よし、1回でクリアした。多分もう連打とかもう無理、もうあとはもういいよ。よし、あとはもうイベントで頼む。オーケー。はぁ、バラ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 、やったか。もう今回避とか出てももう反応できませんよ。なんだ、なんか落ちたぞ。なんか今ウイルス的な、なんか大事なの落ちたぞ。フラーガ的な、うん、持ってかれるぞ、うん、あー、あるね。エイダが多分さっそうと拾っていくのかな。うん、うん、あー、きつかった。最後の勝つ勝つって。悪いわね。エイダ、何をしている。さすがね、レオ。ルイスとの約束なの。うん、安心して、悪いようにしよう。じゃあいいか。じゃあいいか。どういうこと。ヘリア、ヘリいるんかい。迎え。乗ってく。ぜひ。分かってるんだろう。ここでお別れだ。そうね、謎だね。何をするつもりなんだい。急いだ方がいいわ。でもアシュリー置いてきたままだね。うん、うん、はいはいはい、泣けるぜ。はい、これなんかね、最後ジェット、あの、なんだ、ジェットスキーで脱出するパートがあるんだ。どうしてネタバレするの。一番のエンターテイメントパートがあるんだ、最後の最後で。そうだそうだ。はよ、はよ逃げようぜ。はよ、どうして島が吹っ飛んじゃうの。そうだよね、なんで自爆モードになってんの、いつの間に。ただ倒しただけで。島は吹っ飛んだ。やばいやばい。2分で、でも何も今はできないな。体力もないしな。そうなんだよ。どうして島が吹っ飛ぶことになってんの。セーブできる。なんかあっても、なんか落ちたな、落ちたな、落ちてたな、うん。これか。そうだね、ちょっと。ハブ使おう。ハブ使おう、とりあえず。走るの遅いから。で、セーブしよう。今回あんま急スプないね。ないね、ない。セーブはいい、セーブはいい。セーブいいの。じゃあ行っちゃおうよ、行っちゃうよ。ゴー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 。この選択が。え、後に重大な。いや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 、またラスボス戦からとかってもうやばいよ。ほんとやば、戻し作業はもう全任せで。いや、全任せだから。あんな大変なの飛べ飛べ、あんな大変なの飛べ。あれはきつかった、最後の回避ダッシュはきつかった、マジで。よし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 。なんだ、嘘だろ嘘だろ、ここまで。ちょっと待ってくれよ、弾数って今どうなってんだ。弾ないのか。いけ。あ、バトルなしだ、バトルなしだ。はいはい、バトルなしなので、いけ、走って走って、よし、
司令塔が死んだ。なるほどね、ピクピク状態のね。なるほど、ほどほら頼む、手伝ってくれ。よし、敵は襲っては来なさそうだね。ビグンビグンしてないから。そうね、来たよ、ジェットスキー来たよ。ああ、はい、じゃあ最後のエンターテインメントパートいきます。かわいいな、しかし、しかしかわいい。レオン？違う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 んだよ、レオンにかわいい要素はないんだよ、レオンに。加速 R2。 レイ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 、危ないよレイレイレイ。なんでこのスピードで行こうと思ったのずっと押しっぱだよ、ずっと R2 押しっぱだよ。レイ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 、うーうー、耐久度とかある？全然見える余裕ないけど。わかんない、耐久度ないよね。レイレイレイ、ジャンプジョン。これもなんかザ・グリードのさ、脱出シーンに似てるんだよな。脱出、ザ・グリードの、ダッダッ、ゴツンゴツンゴツン、ダメだ、ゴツンゴツン、もう集中、集中。やっべ、耐久度ないよね。パッと見ないね。ないか。じゃあ、見えないだけかもしんないけど。そうね。あ、危ない。そうだ、つうか、耐久度、おっしゃる通りね、見えないだけだった。今、時計に隠れてる。今、黄色状態だ。脱出、はい、じゃねーい。じゃねーいわ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 、行くよ、飛びよ飛びよ、今度こそ、はい、じゃねー、もう一丁、もう一丁行くよ。大丈夫大丈夫大丈夫、どうすればいい、どうすればいい、しゃがみ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 、危ない危ない、ぶつかる、頭ぶつかる、頭ぶつかる、なくなってるよ、なくなってる、後ろ振り返ったら足、あぶね、足の頭ないんでしょ。残り30秒です。そうか、時間もあるのか。ずっと押しっぱで、うかっさ、赤い耐久度やばそう、光が見えた、光へさらばじゃんねー、よいしょーと、オーゲーギリギリや、ギリギリ、いやなんで自爆するのってね、なんで島が吹っ飛ぶのっていう。あじゃねえ、バイバイグッバイ、汚ねえ花火だ汚ねえ花火だな。いや、これは別に汚くない、汚くないんかい。うわ、びっちゃびちゃだよ、アーシュリーがびっちゃびちゃだよ。キスしてやれ、キスしてやんねえ、ほらちょっと今チラッとキスしてやんねえよ。任務は決めよう、無事に返す。おやおや、そこから先はあるのかな。私のガードを続ける気はない。めっちゃ可愛いんですけど。もちろんあなたさえ良ければなんだけど。振り切ってるよ、可愛さが。自分を守れるだろう。確かにね。ナイフの使い方はいまいちだけどね。さあ、家へ帰ろう。プスン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 、ピョンと走りが吹っ飛ばされるでしょ、今の勢いで。ピョーンってポチャーンって。気づかない、ね、気づかないですわ絶対気づかない、ね、お、あ、ハニーが、ハニーが、そういや、もうこの通信機壊れてるの。レオンってば、あなたたち無事なんでしょうね。今どこなの。まったくもう、まったくもうじゃすまないんだよ、まったくもう、まったくもうですよ、泣ける上だよ。終わった。あ、終わった。いやー、お疲れ様でした。いやいやー、終わりましたね。かかったね。いや、かかった。超ボリューム、やばいね。ね。ボリュームが。半年ぐらいやった。ほんと、そんくらいやってんじゃね、実際。半年ぐらいかかったんじゃね。どんだけやってんの。いやー、かかった、ね。長えよ。今、うちのペースが遅いのがあれなんだけど。ほんとだったらね、もっと早いかもしれないけど。いやー、やったね。しかも、ほんとラッキーなのは、ラスボス戦、死なずに全部ストレートでいけたってのがマジラッキー。ストレートだったっけ。はい、死んでませんよ、はい死んでませんよ。俺が記憶が曖昧だな。俺が一番死んだのはなんだっけ、サラザール戦が一番死んだんだよ。覚えてねえな。いや、ちっちゃいおさん、ちっちゃいおさんちっちゃいおさん、でもちっちゃいおさんもだってでかくなったでしょ、確か。まあな、結局な、ちっちゃいおさんがでっかいおさんになったからみんなでっかいおさんになるんだよな。そう、いやー、でもまあ最後は本当に良かった、ちゃんとストレートで勝てて死なずに済んでよかった。あれ死んでたらもうハマってたよ、多分集中的に。いやー、やったな、終わったな。いや、アシュリーほんと可愛かった。マジ感想としてはマジアシュリーが最高に可愛い。エイド
エイダも可愛い。あ、どっちも別ジャンルのトップ。レオンは？レオンは可愛さはないけどな。イケメンね。確かにイケメンとしては、女だったら惚れちゃうレベルのね、イケメンだけど、でもアシュリーはほら、可愛い業界のトップね。で、エイダは綺麗、美人業界のトップね。その二人がもう、見えただけでも、このゲームはすごいことですよ。でもアシュリーもう、出ないでしょ、今後。出ない。マジで出ない。ほんともったいない。マジでもったいないよ。でも戦えねえからな、アシュリーはな。でもシェリーが戦えてるからね。アシュリーもほら、特別な訓練を受ければ、だってほら大統領の娘が、そうそうそう、特別な訓練だってローズですらほら戦えてんでしょ。ローズエイトのあのイーサンの娘、あれイーサンだってあれは訓練受けたんじゃないの、明らかに。だよね。だやっぱり訓練受ければ、ゴリスの部下たちゴリスそうそう、だからアシュリーも訓練受けてもらもろて、受けてもろて、おおエイダか。それ何なの、プラガの原型、うん、琥珀に入ってるやつね、かもね、うん、でこの次が5だから、なんかつながるものがあったかもしれない。アンバーを手に入れた。アンバー、あれ、あ、ウェスカーだ、これウェスカーじゃん。え、一つ聞かせて、これで何をするつもり。余計な詮索は不要だ。あれ、じゃあこんな声だっけ、わかんない別人か、いや、ただ一人が生き残る、これはウェスカーだな、これはウェスカーだな。俺がその世界を加速させる。そう、数百万の犠牲者が出るわね。数十億、それはダメなんじゃない、やめてください。それはやんない方がいいと思うよ。進路を変えて、今すぐ。あ、裏切るんだ。まあ一応5ではね、エイダ、なんつうか、味方サイトだから。え、5にエイダ出たっけ、出た、あれあれ出てない。5はあれか、クリスとシェバ。ジルでしょ。あ、そうだね、クリスとシェバとジルか。うん。で、6でエイダが出てくるんだけど、そうだね、じゃあちょっとわかんないね。で、5のラスボスがウェスカーだから、多分まあ、あの、今のプラガーを使って、まあなんか、新しく、なんか作って、それの強化した、それに感染した携帯のウェスカーと戦うのが5の最後だよね。あのなんかすごい溶岩のところですごい戦った岩を投げた、うん、なんかそうそうゴリスが大岩を持ち上げて投げた、ああ、いや持ち上げてたかな押したとかだったかもしれないけど、確かになんかあったな、なんか苦戦した記憶がある。そう、なんかウェスカーがすごいなんか手とかすごい伸ばしてきたりとかして、でめっちゃ周り溶岩だった気がする、とにかく溶岩だった気がする、うん、でゴリスが岩を持ち上げて投げた、それゴリスそれ感染してないそれそれクリーチャーになってるよねそれね。だってゴリスは5の時点でゴリスになってたじゃん、まあ、あの腕の太さはやばいけどな、うん、あの太さはやばいよ。だって両腕がシェバぐらいやったよね、うん、片腕でシェバぐらいやったよね、おかしいよね。だから両方にシェバ2人みたいなこうやって両腕がシェバ、一本ずつシェバが ついてる。おかしいでしょ。太さ的に。腕がシェバの足の太さとかじゃなくて、腕がシェバの太さ。そのもの。それクリーチャーだよね、完全に。一番びっくりしたでしょ、太陽市場で。そう、あの腕の。誰やべえもんな。あれもうムキムキすぎて、ちょっと。逆にちょっとネタになっちゃったけど。ゴリスって、ゴリスっていうね。そうか、ウェスカーでも、オリジナルの4には多分今の不審はなかった気がするんだよな。まあでもプラーガの進化系がなんだっけ、5で出てくるウイルスの名前がなんだっけな、まあ、ジェアボだね、ジェアボ、あれ、うん、そんなんだっけ、あれジェアボ6だったかな、うん、なんだっけ、ガナート、あれガナート、ガナートか5か、5はもうリパヤ族しか覚えてない、リパヤしか覚えてない、リパヤストーンしか覚えてない、リパヤストーンとリパヤ遺跡しか覚えてないな、あのエンターテインメントのね塊のリパヤ遺跡でもどんな風に繋がってるのか全く覚えてないな。いやアシュリーが今後出てこないのが悲しいね、悲しいけど、あの、ね、YouTube にそのアシュリーの女優さんが、ね、YouTube アップしてるから、そっちであの引き続き見たい人はそっちを見てくださいって話だよね。めっちゃ可愛いんだよ本当に。いや疲れたな、マジですごかったな、ボリュームが
このリメイク、この D4 の前のさ、D3 ね、あのバイオ3のリメイクもやったけどさ、あれね、ボリュームがすごい少なかったんだよ。なんかやった記憶ないじゃん、もう。あれやりましたよね。やったんだよ。なんだっけな、モンハンみたいな動きするやつ。ティガレックスみたいな動きしてくる追跡者。名前出てこないな、あの男の人。カルロスね。あ、そう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 、そう。全く違う見た目になってたんだけど、そう、カルロス。3がね、すごいあっという間に終わっちゃったのに、だからアクション要素が強かったでしょ。そうそうそう、緊急回避とかね、なんかステップ回避みたいな感じで、でなんかすごい追跡者がなんかこう4本足歩行になって襲ってきて、そう、すごいモンハンっぽいムーブだったんだけど、そう、それがね、ボリュームが少なかったから、まあ、その分4はもうがっつりだな、がっつりやったな、本当に。いやー、すごいボリュームだったね、疲れたね。全然あのやり込んではいないけどね。そうね、あのメダルとかね、そんな余裕はね全くなかったけどな。可愛かったな。とにかくアシーの声優さんって調べたらあの人なんだよね、あの鬼滅の刃のねずこの声なんだよ。ピンときてない。いや、全部ピンときてない。何もかもこちらから出す情報全部ピンときてない。やばい、喋ってたっけと思って。ない、喋ってないから俺もそう分かんなかったんだよ。喋ってたっけっていう、そうなのみたいな。あ、こんな可愛い声だったんだっていう。そう、喋ってたっけ。だって口塞がれてるもんね。おそう、口塞がれてるから、だから分かんないよ。そうなんだ、そうピンとこないよ、ね、ピンとこないよ。でも悪くない、悪くない。そう、それ仕方がねえよ。そりゃそうだよ、それオフィシャルだもんね。喋ってないのはオフィシャルだから仕方ない。しょうがないね、うん、公式なんだから。だから実はあんな可愛い声なんだよ。いや、あの声はね、すごい可愛かったな今回、マジで。あと見た目も良かったし、で性格も良かったし、ちょっと衝撃を受けたな。これ今回は鎧着せらんねえな。確かにな、確かに鎧はちょっとね、ナンセンスになっちゃうね、うん、あとそんなにピンチの場面もあんまなかったしな。そうね、うん、まあ、あの城のね、あのなんかそうね、遠隔からこう援護するっていうぐらいだもんな、うん、確かに鎧着てるとガシャンガシャンってうるせえんだよ。うるさいんだよ。ガシャンガシャンガシャンってね。で鎧着せると、あの逆に敵の注意をね引きつけてくれるからいいんだけどね。で敵がそのアシリを持ち上げると、で敵ごと転ぶから、こう重いっつって重いっつって敵が転んでくれるから、いいっちゃいいんだけどね、うん、いやー、今回はあのルイスもかっこよかったしな。ルイスやっぱ死んじゃったな、ちょっと残念だったけども。そう ね, ね、残念だったな。ルイスの声優もすごい豪華な人なんだよな。よく聞く声優だったし、サドラーの声優もよく聞く声優だったよね。ジェシー全部よく聞く声優じゃないですか。全部よく聞く声優だよ。あのフルハウスのパパの声でしょ、サドラーの声は。フルハウスのパパの声、パパのなんだっけ、ダニーだっけ、ダニー、そう、覚えてねえな。フルハウスのパパの声で例える人あんまり今いないかもしれないけどね。そうね、パッと思いつくのはやっぱそこだよね。フルハウスのパパの声だよ。パパの声だっけ、サドラーは。そう、よく聞くタイミング、まあよく聞く声だよな。もっと他にももっといろんな例えようがあるんだけど、でサラザールも有名な人でしょ。あのサラザール、あのキャシャリンでしょ。キャシャリン、キャサリン、キャシャリン、あのすごいよ、すごいよ、マサルさんのキャシャリン。そこで例える人ももういないんだよ、今の時代もう消滅してんだよ、そこで例える人なんて。キャシャリンの声でしょ多分、うん、まあ多分サラザール全然記憶ねえな。あんだけやったのにね。あんだけやったのに。あんだけやった。で、ウェスカの声はあれでしょ、ギロルでしょ。そうだね。だよね。そこはもう、そこは共通だよね。そこは共通なの。そこはすぐ分かる。そこギロルで例えるのもどうかと思うけど。ただ知らないからね。それしか知らないから。うん、ギロルの声だな。完全に。俺の記憶だと、あの、碇玄道の声優の声だと思ったんだけど、近かったか。うん、終わりました。なんでもないです。なんでもないです。ということで。いないか。お、何があんだ。あら、いい女。どういうことね、どういうこと。あ、リザルト、おリザルト23時間。わかんない、セーブ52回。
プレイスローズ、プレイ、あの周回の回数ってことじゃない、一周目ってことか。一周目ってことか。 B、まあなんとも言えねえことですわ。23時間まあほぼ丸1日かけてんだな。セーブ52。でもあれだよね、うん、バイオって大体、あーでもそうか、まあ、でも今回かかるか、結構かかるか、うん、はい、終わりですね。いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にね、お疲れ様でした。いや疲れました。これにて終了です。これにて終了です。はい、ありがとうございました。